これが本当の壁ドンだ。皆さんこんにちは、ジュリー様だと申します。皆さんね、今日ね、ずいぶん暑くなってきましたけどね、ご安心ください。熱中症予防の特効薬、ジュリー様が来ましたから、もう私のお寒い芸でね、熱中症には安心ね、思いっきり寒くなってくださいね。まあ、私ね、ジュリー様だということでね、ジュリーを尊敬してるんですけど、皆さんジュリーって誰だか分かります？分かんないよね。ね、若いね、女性の方ね、聞くとね、ジュリーって誰だって言ってね、ジュリー尊敬してますって言ってね、どうせ上のジュリーのファンだろうなんてね、言われちゃうんですけどね、どうもね、ご結婚おめでとうございますって、私がね、お祝いしてどうすんだっていうね、なんですけど、私は沢田研二さんのファンですね。ジュリー様田というね、芸名でやってますけどね。まあね、大体ね、私自分ではね、沢田研二さんに少しは似てるかなと思ってね、やってるんですけど、この間ですね、あるイベントに行ったらですね、お客さんがですね、沢田研二さん以外の人に似てるって言ったんですね。誰に似てるんですかって聞いたらですね、スケートの高橋大輔さんに似てるって言ってくれたんですよ。あんなイケメンのね、あんな国民的ヒーローみたいな人に似てるなんてね、もう非常に嬉しかったんですけどね、嬉しいんですけど、どこが似てるんですかって言ったら、どちらもよく滑るね。あ、どうもありがとうございます。もう熱中症予防ですからね、もう思いっきり寒くなっていただければ、私はもう目的を達したっていうね、ことになりますけどね。そんな私にもね、夢がございましてね、私の夢はですね、まあ今日夕方やりますけどね、いずれ商店に出たいと思ってますね。これ私の夢なんです。で、うちのね、これから出てくる腹話術の女腹話術師は、うちの芸能事務所の女社長なんですけど、言ったんですね、社長に、僕の夢は将来笑点に出たいことだっつって、当然ね、出れるわけないでしょ、あんた何に寝ぼけたこと言ってんだって怒られるかと思ったらね、頑張んなさいよって言われたんですよ。え、そんな僕才能ありますかっつったらね、せっせとハガキを書きなさい。どういうことですかっつったら、観覧希望のハガキをどんどん笑点出しなさい。あれ、笑点って始まるときね、前、歌丸さん、今、笑福亭俊太さんがね、客席のど真ん中で、今から笑点始まりますよってね、お客さん10人ぐらい映るんですね。あれで映ればいいじゃないって言ってね、それは出るって言って映るっていうことだと思うんですよね。まあ、ちょっと違うんじゃないかなと思ったんですけども、思いっきりね、どうでしょう、熱中症予防になりました？はい。ね、こういう、バカバカしいお話をしてね、おさむきしてますけど、ちょっと真面目な話をね、実はしたいと思うんですけど、まあ、熊本のね、地震が過ぎてからですね、もう2ヶ月ぐらい経ったんですね。で、まあ、非常にね、プライベートなことですけどね、私、体の半分、ちょっと熊本の血が流れておりましてね、まあ、私自身は東京生まれなんですけど、まあ、ちょっと親戚の方でね、被災した人もいて、まあ、頑張ってるんですけども、まあ、そういうことでですね、まあ、ちょっとエールを送りたいと思ってます。で、まあ、私のコーナーね、早くも次は最後の曲になりますけども、沢田研二さんのですね、お前がパラダイスというね、曲があるんですけども、この曲のね、ちょっと2番の方を全体をちょっと替え歌にしましてですね、熊本にちょっとエールを送りたいと思ってますんで、まあ、ご清聴というかね、楽しんで聴いていただければと思います。なだらかな丘、カーブを描いて、小岩のにぎやかさが勇気を生んだ。 Please stay, please stay。 曲がっているかい、楽しんでるかい、小岩の勝手祭りでジュリー様だが見れて、皆さんラッキーじゃないよね。
を抱きしめたならば離さないさ二度と恋はがパラダイ。おう涙ならば拭いて唇なら噛んで恋はがパラダイス。おいえおいえおいえ。それでは2番では熊本をね、支援することにしたいと思います。熊本間に合った。あとは地震にあったけど日本中の応援で夢を諦めないで元気を出そう。 Please pray pray pray。 おお抱きしめたならば離さないさ二度と熊本頑張れ。おお涙ならば拭いて唇なら捨て熊本頑張ろう。おいえ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 。ようやく終わりましたね。それではね、にわか企画が誇りますうちの女社長、腹話術の、ね、お待ちになったと思うんですよね。それでは社長ご準備よろしいでしょうか。それでは、大丈夫。それでは腹話術です。曖昧です。どうぞ。